スラップ。OK。レディー、ゴー。さあ、本日の第1試合、シングルマッチ30分一本勝負。伊藤優作、小高ペールワンの一戦であります。静かな立ち上がりから頭がこのベルマンすごい勝負です。よしレイルを取っていく。さあ一応から戻ってよしですかね、今どんどん試合したいですね。この辺りの今日のシングルマッチ、そのこのがベールワンとなります。行きましょうというところになりますけども、てめえ殺して燃焼行ってやるってよ。お前はもう燃焼じゃ済まないから非常に物々しいことになっております。ダグスだっつんだろこの野郎。カウントセブンまで来ている。大丈夫だ、カメラは2カメだ。戸川のドアップだ。さあ、さあ YouTube でご覧の方、さあ音で楽しんでいただきたいというところで、さあリング内に戻ってまいりました。もう撮っていいよ。さあリング内ですから多分撮ってます。大丈夫です。さあエルボー落としていく。さあ風が熱くなっている。これかこういった形でなかなか、さあ、その辺りも珍しい形なんですが、蹴り。この蹴りは衰えてはない、鈍ってはない。この1年間のブランク全く感じさせない。この動きであります。レグマン、そしてそのまま川に入る。レグこの顔を狙っていきたい。やっとこのところを強く
ついて、ここはこれがペールワの深刻症。そしてさあ関節筋肉強化を行っていく。試合時間5分経過。それはうまく。いや。この腕下ろし強烈。完全に一点集中ですね。さあここは矢崎だ。左腕。矢崎だ。そして矢崎だ。この辺り。この一戦、目が離せない。そして小中はさあコーナーに向かってトップロープ駆け上がっていく。起き上がったところ、あやはり左肩に完全に一点集中。さあ三発目、いやー、来ました。こらが、この続き、音、鈍い音が響き渡る。さあ、この一発で一発で、うわぁ、きれいに決めていった。そのホール、うわぁ、カウント2。これで流れは、来たり左右策バスキック、これは決まった。そのまま通りに行く。決まりました。カウント2で返したのは小中ペールワン。さあ先に立ち上がったのは優作。どうするのか小中を。でこれ、さあ髪の毛を掴んで起こしておいて、さあ粘って勝負さボードドライを狙いに行くか。しかしここ、さあ、ギャダメ、東方、そして